こんにちは、キラです。ということで、今回の動画は、ソロランクの対面修行があまり練習にならないので、また建築技を練習します。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もいつも通りランクマッチ修行やってきたんですけど、最近ソロランクの対面修行があまり練習になってる感覚がないので、また、亀チャンネルさんが紹介してた建築技をいくつか練習してきました。建築練習の風景は1分ぐらいにまとめて、後半はソロランクの動画になってますんで、よかったら最後まで見ていってください。それでは早速本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。200ピング出る。えぐいな。で見ててほしい。あ、この前アキラさんが配信中にやってた建築練習の映像が流れてるっていう風になると思うんで、YouTube の方もね、登録して、その僕のね出る動画を楽しみにしていただけたらと思ってます。したことないよマジで。これダッシュと織り混ぜながらするといいね。何かで役に立つんだろうね多分。こういう建築技ってちょっとやらなくなるとすぐ忘れちゃうよな。だから何回も何回も反復しないといけない。特に年取るとさ、もう物覚えがね悪くなるからさ。なんだここめっちゃタンクあんだけど。ここ最強じゃん。初動から。いいね。うわあ、もうえぐいなーマジで。車がなさそうなところに行こう。あぶねえ。あぶねえ。やべ、最悪だ。うわマジか、もったいねえ今の。いやでもいいね、純粋に対面できてる。オリンポスも車は来なさそうだよね。うわもうやばそうだなこいつ。まあそうなるよね。いいね、ちゃんと建築バトルだ。おもろいおもろい。やばい。
うおー、そういえば今日打ち合うか、ボックスにこもって。いやうまそう。ごめんなさい。マジか。うわ、うわ、微妙な効果かましてる俺。いやー難しいね、本当に分かんないわ。パンチ対策はガチで学ばないとダメだね。